ニューのスポーツコーナー勝ち癖担当の瀬賀凛太郎です。そして今日はスペシャルゲスト小園海斗選手と共にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小園選手、緊張はされてますか？緊張全くしてないんで、はい、瀬賀君同級生なんで、はい、ちょっと注目ですね、今日は。やめてくださいよ、ちょっと待ってください。瀬賀さんの方がちょっと緊張しますね、はい、僕の方が全然緊張しますおかしな話ですよね。頑張れ瀬賀君中田さん、はい、強心臓ですね、小園選手。そうですよ、普段はね、瀬賀アナウンサーの横に僕がいるんですけど、はい、まあ、小園選手がもう見どころ、あの、見てるっていうもんだから、うん、僕も緊張してきました。もう親心ですよ、いつもパートナー爽やかコンビなんですよ、ね、でも強心臓ですよ、さすがです。はい、爽やかコンビでお送りしてるんですけど、今日は横にね、中田さんがいらっしゃらないので、少し寂しい思いもあるんですけど、伝えていきます。はい、行こう、はい、まずは小園選手に話を聞いていく前に、まずは小園選手の活躍をまとめましたので、そちらをご覧ください。広島のファンの皆さんにメッセージをカメラ目線でお願いします。はい、はい、熱いファン、あはまだまだあどけなさが残る高校時代の小園選手、5年後の小園選手はどうなっているでしょうか？日本を代表する選手になります。アンダー18も2回選んでいただいたので、またトップのチームで日本のユニフォームを着たいなという気持ちが強いです。5年目を迎えた今シーズン、小園選手はシーズン序盤に打撃不振で2軍降格。いや、もうきつかったですね、本当に。みんな打ってるのに、なんでやろうなと思いながら、はい。それでも一軍復帰した7月からは本来の姿を取り戻し、打線を牽引。9月には月間打率3割4分8厘と打ちまくり、クライマックスシリーズ進出の原動力となりました。そしてシーズン終了後は、5年前の言葉通り、プロ入り後初の侍ジャパンに選出され、全試合ショートでスタメン出場。打率4割1分2厘と優勝に貢献しました。来シーズンはカープの中心として大きな期待がかかります。高校時代から目標に掲げていた侍ジャパン入り、達成して大活躍しましたけども、いかがでしたか、侍ジャパンは。いや、もう本当にすごいメンバーに恵まれて、はい、いい大会でしたね、本当に、はい、4割1分2厘、はい、当たってましたね。いや、もう、はい、僕はつなぎ役だったんで、はい、もうみんな打ってくれたんで、よかったですね、はい、素晴らしいですよ。中田さんは活躍どうご覧になられましたか？まあ、そうですね、本当侍ジャパンで素晴らしい活躍したんですけど、やっぱりシーズンの途中からね、やっぱ最悪こう レギュラーでなかなか今シーズン出ることができなかったんですけど、やっぱこうシーズンに試合出ながら侍ジャパンでまたガッといきましたね、成長しましたね、はい。まあ、そんな小園選手、プロ入り後では初の代表選出となったわけですが、改めて代表はどんな場所でしたか？やっぱり歓声がすごかったですね、本当に。大体いつも揺れるのがどっちかじゃないですか、はい、スカッと応援もそうですし、うん、全部揺れてたんで、あんなこう舞台で、はい、できる喜びというか、ここが一番、はい、鮮明に覚えてますね、はい、日の丸を背負うプレッシャーというのはなかったですか？いや、それはもうめちゃめちゃあったんですけど、まあ、そこをやっぱ感じすぎると、はい、野球できないかなと思ったので、まあ、応援が聞けるぐらいの余裕を持てたんで、まあ、良かったですね、はい、すごいですね。最初は、はい、うん、1打席目はちょっと、はい、だいぶ緊張しましたね。あ、そうなんですね、はい。まあ、でも先ほどもね、ジャパンには素晴らしいメンバーがたくさんいてっていう話されてましたけれども、はい、こう代表で仲良くなった選手とかっているんですか？いや、もうみんな最初から仲良かった。あ、そうなんですね。知らない選手、野手は特にいなかったんで、帰っていきやすかったというか、うん、先輩方も本当に優しくて、盛り上がってましたね、うん、じゃあ最初からもういい雰囲気で。いや、もう良かったですね、はい、俺が一番だと思ってもちろんプレーして、いや中でも代表の中でも、ね、いやでもそれぐらいのやっぱ自信があるようにプレーを見て思いましたし、はい、素晴らしい活躍です、本当にね、すごい活躍でしたけども、うん、ここからは
カープの成績についても振り返っていきたいと思います、はい、こちらが今シーズンの成績なんですけども、はい、小園選手、数字見てどう感じました？いやまあ、最初の、はい、打率見ると全然ダメだったんですけど、うん、まあ、はい、それなりに見栄えは、はい、まだいいかなと。見栄えは、はい、見栄えは、はい、まだ少しね、満足した様子もありましたけども、中田さんはこの数字を見ていかがでした？試合数やっぱり80試合、これがやっぱり143試合、うん、ね、出てたら、どういう成績になったのかって逆に楽しみですし、はい、この選手も、うん、もうさらにこのね、打率143試合出て、この打率を3割を超えるような成績打てたんじゃないですか、もちろん。いや後半のやつを出してれば、打てたかなというふうに思うんですけど、やっぱ足らずだったんで、はい、悔しいですね、そこは。ここのね、3割を来シーズンも、ね、目指したいですね。3割楽しみにしたいところですが、はい、さあここから小園選手に質問をしていくので丸と×で回答していただければと思います、はい、さあ準備はよろしいでしょうか？ OK ですよ、うん、はい、準備万端ですね、はい、まあ、こっちが準備しましたからね、はい、もちろんお願いします、万端でございますさあ質問に移っていきます。いきますよ、1問目、デレン、おお、お本番を入りました。来シーズンはショート1本で勝負したい。はい、なる、うん、続いて2問目、打順は3番がいい、まあ、こちらは×、続いて3問目、新井監督になって雰囲気が変わった、はい、じゃあ4問目移っていきます。西川選手ともっと一緒に野球がしたかった。あ、そうです。中盤、迷ったな、はい、迷われましたね。そうですね、うん、5問目、2026年に開催予定の WBC には何が何でも出場したい、はい、まあ、そうですね、代表への思いっていうのも強くなりましたね、はい、さあ6問目、最後の質問です。来シーズンはリーグ優勝、日本一になる自信がある。はい、うん、はい、力強く、うん、はい、丸と答えてくださいました、はいはい、ここでね、6つの質問に答えていただきましたけども、うん、1つずつ振り返っていきましょう、はい、まずは 1つ目の質問ですね、うん、はい、うん、1つ目が、はい、来シーズンはショート1本で勝負したい、うん、はい、ということですけども、はい、こちらね、出ましたね、はい、はい、こちら丸でした、うん、はい、ショートへの思いっていうのはやはり強いですかね。もうそうですね、昔からずっとやってきたんで、はい、まあそこでできてるっていうのはありがたいですし、うん、ずっと守りたいなと思ってるんで、うん、中心になると思うので守りたいなと思ってます。守っていても一番守りやすいポジションですか？まあそうですね、まあ、ずっとやってきたんで、うん、まあ慣れって言ったらおかしいですけど、そこはありますね、うん、はい、で今シーズンのポジション別スタメン出場数も数値として表してるんですよね、こちらです、うん、はい、はい、あ、やっぱ圧倒的に、そうなんですね、はい、ショート56回、セカンド11回、サード4回となりましたけども、中田さん、はい、こちらご覧になっていかがでしょうか？そうですね、やっぱサードもね、面白い、まあセカンドもいいなと思うんですけど、やっぱりショートでやっぱりこの56試合、まあ、出場してるということで、やっぱり小園選手といったらやっぱり体が強い、そして守備もね、やっぱここ数年やっぱり本当に向上してきて、やっぱりチームトップクラスの成績をやっぱ出した中で、やっぱり小園選手がもちろんファンの皆さんにも小園がショートじゃなきゃダメだって言われるような選手になってもらいたいなと思いますし、個人的にはやっぱりね、こう現役も一緒にやらせてもらって、小園選手がショートにいてくれた時のやっぱ安心感だとか、やっぱ逆シングルで取ってやっぱバックハンドからの肩の強さなので、やっぱ私も何回もやっぱ助けてもらってますので、小園選手がやっぱりこうショートを一本で僕はやってほしい、この選手がショート一本でやってる姿をずっと見たいなっていうのは思います。あの守備でもそうですけど、はい、今シーズンはこうピッチャーによく声かけに行ってるシーンも多く見られたんですが、はい、そのあたりは意識をして、まあ、やっぱり周りをしっかり見ないといけないですし、うん、成績どうこう関係なく、うん、ショートが一番引っ張っていかないといけないんで、うん、そこは意識してやってました。はい、ガラッと変わりましたよ ね自覚というものを、ね、はい、感じますよね。そうですね、うん、気持ちが大きく変化した小園選手、はい、2問目に移っていきますよ、はい、打順に関してはこだわりがない、3番がいいというわけではないということですね、うん、今シーズン、はい、4番と9番以外は経験していて、はい、一番多かったのが3番、続いて1番となっていますが、小園選手、打順についてはどう考えてますか？いや、もう特にあんまり
はい、気にしてないですし、うん、まずは試合に出るということが一番大事かなと思うので、はい、まあ、しっかりとどこの打順でもいけるという準備はずっとしてるんで、それはあります、ね、はい、少し気になったんですけども、はい、中田さんがもし監督だったら、はい、監督だったら監督だったら何番で起用するのかなと、はい、いやこれは、はい、僕はでも一番ですね。一番です、はい、僕は一番です。それなぜ、やっぱ彼の魅力って一番やっぱ積極性だと思うんですよ。勝負ももちろん早いし、はい、チームがやっぱり用意どんで、うん、初回のイニングで先頭バッターで始まった時に、小園選手がやっぱこう初球のに早い段階でやっぱ出塁してくれるっていう期待感もありますし、うん、はい、なおかつやっぱりそこにプラスアルファして、うん、長打もやっぱり打てるようになって、ま、うん、っすぐにも対応できるようになって、うん、はい、なんかこうセリーグじゃいないようなパリーグにちょっといるような、はい、こうホームランも打てる、はい、先頭打者ホームランもたくさん打てるような、なるほど、こうイメージが僕はあるんで、小園選手は僕は一番かなと思います、ね。小園選手絶賛されてましたけど、ね、いかがですか。嬉しいですね。ね、確かに1番でも見たいし、3番中軸でも見たいしって、もう本当にどこでもね、うん、できるタイプですよね。はい、そうですね、うん、初球から若いカウントから振っていく小園選手のね、ガツガツね、持ち味がね、来シーズンも楽しみですが、はい、続いて3問目。うん、新井監督になってチームの雰囲気が変わった、こちら丸ですけども、はい、やっぱり変わりましたか。なんか一緒になんかプレーしてるみたいな、まあ、そうです、かぶってはないんですけど、僕はなんかそんな感じに接していただいてるんで、本当に選手みんなやりやすいと思いますし、本当にコミュニケーションも取ってもらって、本当に力を引き出してくれる監督だなっていうふうに思ってます。結構練習時から話してるシーン多いですよね。そうですね、本当に練習前の早出の練習とかも来ていただいて、本当に話してもらってるんでありがたいですね、はい、中田さん、ああいうのがあるとやっぱり選手ってやりやすくなりますよね。お絵かけしていただけるのって本当に、だからやっぱそのいい時もそうなんですけど、はい、悪い時もやっぱ新井監督っていうのは声かけをされてると思うんで、はい、それは選手にとってもやっぱありがたいですよね。続いて4問目に移っていきます、はい、西川選手ともっと一緒にプレーしたかった、うん、こちら丸ですが、はい、これでも悩まれましたよね。いや、ちょっとふざけました、すいません。あ、ふざけた、ふざけた、ふざけてもいいですよ。もちろん、もちろん、はい、はい、やはり寂しさはありますか。いや、寂しいですね、うん、一緒に、はい、いや、一緒にかぶってますし、本当にやらさせてもらって、本当にいつも声かけてもらって、うん、まあ、ふざけたり、ふざけ合ったりもしましたし、うん、本当にお兄ちゃんみたいな、はい、存在なんで、うん、本当に寂しいですね、はい、やっぱりお兄ちゃん的存在でもあり、師匠みたいなところもあったり、まあ、そうですね、本当にいろんな人から本当に好かれてましたし、龍馬さん、龍馬さんってみんな言ってたので、うん、はい、本当に頼れる先輩でしたね、はい、来シーズンからはね、はい、敵というか交流戦、はい、そして日本シリーズでね、はい、戦う可能性ありますけど、はい、そういったのをイメージするといかがですか。いや、もうやっつけたいですね。ああ、いいですね、はい、そうですね、楽しみですね。心強い言葉聞けましたし、はい、選手の代わりはファンは小園選手を期待してますからね、はい、頑張ります、はい、はい、さあ、続いて5問目に移っていきます、はい、2026年開催予定をしています WBC に何が何でも出たい、うん、こちら丸ですが、代表への思いは強くなりましたか。いや、今回、はい、日本見させてもらって、はい、始まって、はい、本当に出たいなと思いましたし、うん、まあ、WBC も今年見てましたし、うん、本当にああいう舞台で活躍したいなとも思ってるんで、うん、はい、いいなと思いながら、はい、見てましたね。国際大会っていうのは自分自身の能力をいつも以上に引き出してくれるところってあるんですか。まあ、そうですね、相手を、まあ、なかなか分かんないですけど、うん、まあ、どんな勝負ができるかっていう楽しみもそうですし、はい、どんなピッチャーがいるかも分かんないんで、はい、逆に楽しいというか、うん、はい、どんどん積極的にいくタイプなんで、うん、そこは忘れずにっていうところで、はい、中田さんね、うん、もし仮に、はい、この WBC で大谷選手と小園選手が共演するってなったら、まあ、熱いですよね。それはもう夢の共演じゃないですか。そうですね、それは見てみたいんですけど、やっぱり期待しちゃっていいですか。
張ります、最後ね、優勝の瞬間、はい、ショートゴロで終わるとかね、はい、ショートライナーで終わるなんてね、そこにね、さらに一緒にプレーしたかった西川選手が選出なんてされたらもう、はい、なるほど、そうですね、はい、そんな未来が楽しみですよね、はい、さあ、6問目に移っていきます、はい、来シーズンはリーグ優勝、日本一になる自信がある、こちら丸でした、はい、どうでしょう、まあ、今年は悔しかったですけど、本当にチームは、まあ、2位で終わったんですけど、まあ、1位とちょっと差が離れましたけど、はい、惜しいところまで行きましたし、チームいい選手多いですし、本当に頼る先輩も後輩も同級生だといろいろいるんで、チーム一丸となって、はい、最後その中の輪にいて笑って終われるように、はい、したいなと思ってます。これは絶対ね、叶えてほしいですよね。叶えてほしいですね。その上で来シーズンの数字的な目標ってありますか。まあ数字的な目標はそんなないですけど、はいはい、しっかり全部出て、はい、その後で結果がついてくると思うんで、はい、優勝したいなと思ってます、はい、そういう意味では143試合全部出るっていうのが一つ目標にはなってますかね。そうですね、そこが目標ですね。楽しみですね。楽しみですね。さあ、ここまで小園選手にお話を聞いてきましたが、 CM が終わった後もまだまだ素顔を暴いちゃいますよ。まだ聞いちゃうんですか。はい、小さい頃の将来の夢は何ですか。小さい子がいるので、小園選手の将来の夢が知りたいです。さあ、ということですけども、はい、小さい頃の夢何でしょうか。いや、もう野球選手になりたかったですね。ずっと、はい、そうなんですね。いくつぐらいですか。年長ぐらいから体験行ったんで、はい、その時から野球、そうっすね、甲子園球場近かったんで、試合見に行ってから野球が大好きになって、始めたのがきっかけだったんで、ずっと野球選手になりたかったですね。じゃあ、5、6歳ぐらいからもうずっと夢変わらずって感じ。変わらないですね、ずっと。なんかブレたりとかしなかったですか。なかったですね。ああ、そうなんですね。本当に有言実行なんですね、その時から。素晴らしいですよね。ずっと夢を叶え続けてきたんですね。そうですね。そういうことになりますよね。はい。さあ、続いての質問に移っていきます。はい、広島の行きつけのお店は何ですか。好きな食べ物とか行きつけのお店は何ですか。気になりますね。やっぱりそのプロのアスリートの方がどんなものを食べられているのかって、気になるんで、ちょっと聞いてみました。うん。行きつけのお店。はい。うん、焼肉は行きますけど、ね、焼肉は、はい、ふるさとは行きます。あ、ふるさとね、子供いるんで、はい、めっちゃ良くて、うん、座りやすくて、個室があったりとか、個室あって、はい、行きますね。はい、子供選手はやっぱり被るかもしれないですね。あ、そうですよね、はい、子供選手はやっぱり結構食べられるんですか。食べる方だと思いますけどね。はい、やっぱり中田さんもそうだと思いますけど、はい、焼肉って言ったら相当食べますよね。相当だと思います。そうですね。焼肉何人前とか食べられるんですか。気になります。でもちょっとずつ頼んでいく感じなんで、あ、5人前とか6人前とかは食べるんじゃないですかね。ちょっとずつでも5人前、6人前ってすごいですね。で、ご飯ももちろん。あ、気になります。白米は？ご飯全然食べないんですよね。あ、そうなんですか。お肉しか食べないんで、ちょっと太っちゃう。そんなのまだ考えなくていいんじゃないですか。会社がね、いいだけにね。もうやばいです、体重。そこからやっぱりもう試合につながるマネジメントしてるわけですね。徹底されてるんだ。はい、はい、やっぱりアスリートの凄みっていうのを感じますね。はい、さあ、続いて、街のカープファンの後には視聴者の方にも質問を募集してきました、たくさんの質問をいただいたんですが、まず一つ目ですね、はい、先日同級生会をされていたのをインスタグラムで、ね、拝見しました、一番食べる人、飲む人、しっかりしている選手は誰ですかっていう質問ですね。写真ね、気になってました、はい、ね、同級生会、同級生会ぐいぐいぐい来るからね、ぐいぐいぐい行きたいからね、皆さん。これは毎年やってるんですか。初めてですかね。あの1年目であ の子たちも3人ほどいるんで。なるほどなるほど、はい、これ2000年生まれ
ですね。全員2000年生まれで、はい、中村貴弘選手全然笑ってない。確かにね。写真失敗したな。じゃあこの中で一番誰が食べて飲んで、どう見てもコータじゃないですか。やっぱりそうですか。一番でかいじゃないですか。やっぱりそうなんですね、はい、この後もね、なんかすごいめちゃくちゃ食べましたみたいなね、はい、食べ終わった後の写真です。後の写真です。一番いい顔してるんですね。ね、はい、中の良さがね、すごい伝わってきますもんね。続いて、一番飲む人は誰なんですかね、お酒を飲む人ですかね。なんか、みんな食べてたんで、はい、時間も短かったんで、あ、そうですね、長くなくて、はいはい、みんなで、はい、みんなですかね。あ、みんな、はい、みんな、はい、子供選手は結構飲む。全然ダメです、ね、あ、すいません、飲めないですね、はい、あ、そうなんですね。全然飲めなくて、へー、じゃあもう食う、食べる専門。そうですね、はい、お酒を飲むのも、ね、もちろんいいんですけど、うん、やっぱ最近の若い選手っていうのはすごいですね、はい、食事とかも本当、うん、自分の合った食事を選んだりとか本当、うん、マネジメントしっかりしてるなっていう選手が本当に多いです、なのであんまりこう食事行っても、ね、もうみんなでわーっていう感じにはならないですね。あんまならない。自分はこれ食べる、これ食べるみたいなのをやりながらやる。そうなんです、ね、もっと昔っていうのはもう本当豪快にこう食べて飲んでっていう、ね、そうですよね。そんなに寝ず試合に出てみたいな感じでしょうかね。昔の選手はね。そうだったね。昔の選手は、ね、昔の選手、なぜ坂井さんが知ってるのかということがありますね。我々より上の世代の方々は、そうですかね。そして最後の質問ですね。一番しっかりしている人、すみません、画面変わってしまいましたが、うん、はい、先ほどのね、2000年生まれの中で一番しっかりしている人は誰だったんでしょうかね。誰なんですか。その話になったっすね、本当に、うん、この実際に食事中にいじめさせたっす、みんなで、うん、そしたら林浩太、って言ったらダメですね。浩太って言ったらダメですけどです、ね、一番しっかりされているっていう投票になりましたね。ああ、そうですか。リーダーシップがある感じですか。わかんないです。ホワーンとしてる感じですね。まあでもまあ、ね、そうですね、僕じゃないですかね、一番しっかり。ちょっと声張って言っていいですか。もうちょっとね、自信持って自分だって自分で、はい、そうなんですね、はい、林選手ね、はい、